久保さん、今回「命」にしましょうか同盟とかの「命」「命」を結ぶこれね神に次いで、ね、犠牲を殺しその血をすすって仲間の約束をする約束して仲間を組む「誓う」「誓い」すごいなんか重い感じですねうーん「命」この感じはあんまり僕は使わないんですけど「命」 そうまあ、何かをね犠牲にしないとダメですよねまあ神に告げなくてもいいんですけどもう少なくとも何を犠牲にしないといけないかっていうとうん時間ですね時間を犠牲にしないとダメですね何か新しいことをやるっつっても、まあ、竹内力さんもそうですけどあのまあ誰でもそうなんですけど何かに時間をかけてきたんですよそれしかないんですねまああのどれだけ天才でも じゃあ役やってくださいこの役やってくださいっつって台本1秒で覚えてでその役に入り込める人多分いないんじゃないかなと思うんですよ多分プロの役者さんでも台本を擦り切れるほど読んでこの役っていうのは、まあ、この背景この役この時代背景監督はどういう意図,意図でこ,こういう役を作ってるのかとかこのドラマはどういう物語でどういう 状況なのかっていうのを擦り込んでると思うんですよねプロでも逆に言うとプロだから擦り込んでると思うんですけどうんだそこに時間をかけるからこそなんだろうなその役にこうなっていくと思うんですよねうんだからまあ何に時間を使ったのかっていうところがうん大事かなっていうそう なんかね、今日朝起きたらね、久保さん、なんか市役所で働いてた人、なんかずっと市役所で働いていた人がね、なんか定年退職をなんかする前に辞めたらしいんですよ。今、53歳らしいんですけど。で、なんか僕のところで教わりたいみたいなメッセージが来てて。うんまあや、まあ動、動画まだ見てないんですけど、動画もね、なんか添えられてて。 うん、なんかね前に言ったんですけどそのなんかその今なんか僕じゃないところで教わってるみたいなんですねでコンサルかなんか入ってて多分高額なコンサル入ってんじゃないかなそれでその教えてくれてる人からなんかくれくれ精神みたいなね <laughs> 言われて <laughs> なんかその落ち込んでるらしいんですけど <laughs> うーんまあこのメッセージを読む限りでは ビジネス難しいなっていうのは確かにそのメンターの気持ちもすごくくみ取れますねこのメールを見るとこれでビジネスやっていくのはしんどいだろうなっていうまあだから教えてる人もしんどいだろうなみたいな <laughs> 要はな何かっていうとやっぱその役所っていうところでずっとまあ役所が悪いわけじゃないんですよまあそのサラリーマンが悪いわけじゃないけどもやっぱそのんだろうな自分でビジネスするっていうこの考え方というかそこを勉強してないので多分 だから土台がずっとそのやっぱ雇われてずっと何十年も来た役所で働いてきたっていうところで正直そのまあこれ人間関係のこといろいろちょっと書いてあるんですけど多分役所で働いてたらまずですよ多分ディスなんだろうなうんまあ公務員じゃないですか。 公務員って、まあ、今は分かんないですけど公務員でもリストランあんのか分かんないですけど多分ね給料の心配そんなにないと思うんですよねだ給料の心配がないっていう何十年ですよね <laughs> うーんだからこれから自分で稼いでいくっていうのは並大抵のその変え,えていかないと。 今までの土台を一気に掘り起こして一気に崩してこうなんかやっていかないときついのでうーんビジネスあんまないですからね <laughs> このメールを見る限りだとまあ人は変われるんであれなんですけどなるほどなっていうところはありますよねなんかメ,そのメンターにボロボロ言われたらしいんですけどねそう なんかねメンターを変えていいでしょうかみたいな質問が来まして <laughs> 好きにやってくれみたい <laughs> なんか恋人を変えていいでしょうかみたいな好きにやってくれみたい <laughs> なんか言ったんですけど、うん、ビジネス甘くないですからねだからもう本当にあのまあ命じゃないですけども誓うっていう神に誓うっていう、ね、犠牲をこなん犠牲を殺して、まあ、何かを殺してでもなんかこうやっていかないと 本当に近いというか腹くくらないとまあ難しいと思いますけどね、うん、そんな甘ないんで <laughs> まあでもネットビジネスのネットのそのキャッチコピーは甘いフレーズしかないんですけどねでも僕は長年やってますから甘ないよっていうのはちゃんと伝えておきますけどね甘ないよと、うん、そう何かを犠牲にしてでも何かを殺してでも まあやらないといけない時期があるってことですね。まあ、ずっとじゃないでしょ。で久保さんも今あの大和君を犠牲にしてずっとお客様のためにずっとビジネスでやらないといけないのかっていうとまあそうじゃないですよね。だからそれはフレーズフレーズであの変,え変えられるしだけど最初の段階っていうのは自分の時間を全て犠牲にしてでもお客さんに注ぐっていうぐらいやらないとね。 まあ僕は久保さんすごいなと思ったのがねやっぱ久保さんが深夜1時だろうが2時だろうが朝方5時だろうが4時だろうがお客さんに合わせてたっていうねお客さんサラリーマンで時間があれだからっつってその時間帯に合わせて面談してたっていうのは話聞いてすげえなと思いましたけどねすごいなみたいなそ,そこまでやれば稼げるなみたいなね <laughs> そこまでやってんだったら稼げるよって僕は思いましたけどまあ大体やんないじゃないですか 腹くくってないし犠牲、犠牲にしたくないので。うん、なんか、これを担保しつつ、これも得たい。でも、これも担保して、これも得たいみたいなね。<laughs> そんな甘くないですからね。うん。だから、最初のうちなんかはもう365日24時間。まあ、今も僕24時間ビジネスのこと考えてますけども、一番初動なんかもう、なんか、マクオさんがロボットのごとくやれみたいな話なんだけども、それぐらいやらないとね、 難しいで,すよ、ねうん、でもできないことじゃないんですよ。なんでできないことじゃないかっていうと麻雀店のおじさんでもやってたんだからできないで若いわけじゃないしね。うん、まあほにも僕いろんなお客さん見てきて変わってきた人見てみますけども別に変われるんですよ。でもそこを犠牲にしてまでそこを徹底的にできるかっていうただそこの違いなんですよね。うん そうでそこさえやればなんか僕はその年商100億とか月1億とか稼ごうぜって言ってるわけじゃなくて月にね50から100の間ですよ。これはいけますよ、うん。と僕は思いますよね。みんなはどう思うかわかんないですけど。僕はお客さんのさまざまな事例を見てきてお客さんの最初の状態ですよねマイナスの状態。 ゼロの状態。そこから変わってきたお客さんをずっと見てきて思うことが、そこに犠牲を払ってでも徹底的にやった人は稼げるようになってるよっていう話ですね。全員が漏れなく。でも逆に言うと、そこを犠牲にしてできない人は変わってないと。いまだに変わってないというところでございますねうん。何かを犠牲にしてでも得たいものはあんのかと。本当に。 だから前おく、あのこのやりとりでね、久保さんが、なんだ、足な、足舐めてな、足舐めても金くれるんだったらな舐めるよみたいなこと言ってたんですけども、本当にそうで、そう。なんか、あれですかね、ホストの時だったな、靴に、靴になんかは酒入れて飲めみたいなね、で、飲んだら、なんかすげえ、お前なんかあるな、みたいな言われたみたいな、なんか物語が、ストーリーがあるみたいなこと言ってましたけどいや、でもね、 それできるかでできないかって超大事だと思うんですよねなんかね会社は学校じゃねえっていうねあのアメバ TV でやってたやつがあるんですけどそれもあのこのパスタみたいなのね落とすんですよねでこれ食えみたいなでこれ食ったらで友達も食ってお前も食ったら、うん、金貸してやるよみたいなで食うんですけど <laughs> でもねほんとそれぐらい僕はねまああの絵面僕好きなんですけどもでもそれぐらい覚悟はあるというか腹くくってないとできないんで でも現象としてはね、その、落ちた、落ちた、そのパス、パスタを食べるだけで金貸してくれるんだったらやるよっていう。だからこれ、郷ひろみさんが言ってたのが、郷ひろみさんが今年のお正月の、あの、あの、なんだ、番組、えー、食わず、食わず嫌いじゃないな。あの、なんかあの、郷ひろみのなんだっけな、なんか出てたやつあるんですけど。 格付けチェックだ。こう格付け、芸能人格付けチェックで郷ひろみさんがね、司会の浜田さんが土下座したらね、土下座したらあの2ランクアップしてやるよ、みたいな。で、もうひろみさんが秒でね、ひろみさん郷ひろみが秒で、で土下座土下座するだけでいそのランクアップしてくれるんだったら、それやりますよ、と。で、あのひろみ、ひろみ、ひも,うひもう一人のひろみねいや、ひろみさんやりましょうよ、と。土下座するだけでいけんすよ、みたいな。 <laughs> で、ヒロミちょっと立ち立ちで、まあ、郷ひろみからそう言われるもんだから、あの、土下座してましたけど、うん、僕はね、あの郷ひろみさん見て、やっぱすげえなと思いましたね。病ですからね、迷いないもん。全く迷いなかったですね。え、いいんすか天田さんみたいな。土下座するだけでいいんすかみたいなね。<laughs> そんなやりますよみたいな。土下座でいいんでしょみたいな。<laughs> そんなやりますよみたいな。ヒロミさんやりましょうよみたいな。 ね、マジでみたいな、ね、このあのあれがね、僕はすごい印象的で、いやー、郷ひろみすごいなって僕は思いましたけどね。でも現象としては小学生でもできるんですよ、土下座って。小学生でもできるんですよ。はっきり言って。その落ちたもん食うのも誰でもできるわけじゃないですか。どうすか別に難しいことじゃないですよね。で、それを難しくしてるのは誰ですかって話で土下座を難しくしてるのは誰ですかと。 その落ちたご飯を食べるのを難しくしてるのは誰ですかと。自分自身の内なる精神というか心なんでしょうね。うん、な何か犠牲にできないんでしょうね。まあ犠牲、も,もはやあの郷ひろみさんの場合は犠牲もクソもないでしょうね。うそれぐらいのレベルかと。土下座そのレベルみたいな <laughs>、うん。まあそれはやっぱね、芸能界って荒波で何十年も生き残ってきた人だからこそ、 多分秒で土下座ぐらい余裕だぜみたいになってるんでしょうね。うん。しかもあのテレビに映るわけですからね土下座っていうのは。もうそれ映ってましたけど。<laughs> うん。テレビ番組の中でね、まあ、民放でこうね、視聴者結構いると思うんで、その中でもそれができるっていうのはすごいなと思いますけどね。 いってらっしゃい